めっちゃセンスのいいシャツのデザイン完成。やっぱ私って天才。とりあえずショップに商品として追加しに行かなきゃ。トーコちゃん、あ、フンスケたちも私のシャツ見に来たの？どう？このデザイン超人気出そうじゃない？うわー素敵って、それどころじゃないの。さっきあっちで変なゴブリンさんを見かけて。変なゴブリン？そう、体力がゼロなのにフラフラ動いてて。おかしいよね、体力がゼロになると眠って休憩するはずなのに。さっきのゴブリンさん、なんだかあれみたいだったよね、ホラー映画に出てくる。うん、私も思った、ゾンビみたいだって。へえ、変なの？なんかのイベントとか？そんな感じではなさそうなんだけど、何が起こってるんだろう。これからルイさんたちにも伝えようと思ってるんだ。トーコちゃん、一緒に来てくれる？オッケー。あ、ついでにショップにも寄っていい？この辺りにはさっきのゴブリンさんはいないみたいだね。うん、あ、でも見て、向こうにいるのって。またヘロヘロになってんじゃん。ったく、しょうがないな。よっと。いいねいいね、元気になってよかった。トーコちゃん、今何をしたの？心弾むものを使っただけだけど。ほら、ゴブリンって働いてるとだんだんぐったりしてくるじゃん。なんかそれがかわいそうだったからさ、スキルを使ってやる気をアップさせてあげたんだ。そしたらこんな風になったって感じ。体力がゼロなのにやる気が上がるだけで動けるようになるの？あれじゃね、友達の家に泊まった時、夜遅くまで起きてることあるじゃん。その時めっちゃテンション高くなって、疲れてるけど何やっても楽しくなっちゃうことってない？きっとゴブリンたちもそれと同じなんだって。そうなのかな。けどちょっと目を離すとさっきみたいにヘロヘロになっちゃうんだよな。あ、そういえば他にもヘロヘロなゴブリンがいるんだっけ？よーし、私が元気にしてやるから待ってろよ。トーコちゃん遅いね、13時から練習なのに。すでに30分過ぎているわね。グループチャットにちょっと遅れるって来てたけど、全然ちょっとじゃない気がする。もう本当に遅刻ばっかりなんだから。そういえばみんな知ってる？スペシャルファンタジーの製品版がそろそろ出るみたいだよ。SNS でも話題になってたよね。でも体験版から仕様が大きく変わったみたい。仕様？使えるスキルを精査し直したんだって。確か心弾むものが使えなくなったらしいよ。心弾むものってトーコちゃんが使っていたスキルだよね。なんで？あ、これが原因かな。特定のスキルの意図しない挙動について。スキル心弾むものを体力ゼロのキャラクターに使用して行動させる不具合を修正いたしました。体験版に参加したとあるユーザーの行動により、こちらの不具合を発見することができました。だって。もしかしてそのユーザーって。お待たせ、ごめんごめん遅くなった。あ、トーコちゃん、
今スペシャルファンタジーの話をしてたんだけど、やっぱりあの時のゴブリンさん不具合だったんだよ。ゴブリン不具合？何の話？ほら、スペシャルファンタジーで体力ゼロのゴブリンさんに心弾むものを使って動けるようにしてた。スペシャルファンタジー？ああ、あれ？この前やったパズルゲームのやつ？違うよ。そうだっけ？まあまあ、それよりちょっと聞いてよ。今度のライブなんだけど、超いいアイディア思いついてさ。心して聞けよ。ステージの上で。あの感じ、トウコちゃん絶対覚えてないと思う。まったく、ほんといい加減なんだから。ね？これなら超ヤバいライブになりそうっしょ？やっぱ私って天才だな。この T シャツ、裾周りに差し色入れたらめっちゃヤバくね？はぁ、またファッション界に革命起こしちゃうじゃん。やっぱ私は天才だな。こんにちは、トウコちゃん。なんだか楽しそうだね。マリナさんたち、ちょうどいいところに。見てくださいよ、この T シャツのデザイン。今度私のブランドで発表するやつなんです。超良くないですか？うわぁ、かっこいい。ショップにあったらつい手に取っちゃいそうだよ。さすがマリナさん、わかってるな。今、私のデザイン力が爆発中なんですよ。なんでかわかんないんですけど、今までになかったアイディアがどんどん出てきちゃうっていうか。そうなんだ。いつもと違うことして何かいい刺激でも受けたのかな？いつもと違うこと？あれ、なんかやったような。あ、ゲームだ。もしかしたらゲームをやったからかもしんない。ゲーム？もしかしてスペシャルファンタジーのこと？つくしちゃんから聞いたよ。冒険したり街づくりしたりしたんでしょ？そうです、そうです。無人島にトウコタウンを作ったんですよ。え、無人島じゃなくて異世界って聞いたけど。そうでしたっけ？ま、どっちでも同じですって。ミクロン、ミクロン。お、同じなのかな？同じですよ。無人島でも異世界でもやることは一緒ですし、おしゃれなカフェ作って、友達1万人くらい作って、トウコブランドも立ち上げるでしょ。それでカフェもブランドも超人気出て、トウコレ開催。そしたらいろいろテンション上がる企画考えて、はっ、もちろん締めはモルフォニカのライブで、私のギターでマジ盛り上げちゃいますから。やりたいことたくさんだね。でもトウコちゃんなら本当に叶えちゃいそう。はっ、ライブにはマリナさんたちも招待するから安心してくださいね。その時を楽しみにしてるよ。絶対来てくださいね。超楽しませるんで。って、やば、もうこんな時間じゃん。早くナナミのアトリエ行かないと。これからバンドレ？はい。というわけで一旦家に帰ってギター取ってきます。それじゃあまた。うん、またね。バイバーイ。